えー、今日の試合結果です。今日もタイガースが、えー、勝ちました。4対3です。えー、今日の先発ピッチャーはタイガースが大竹。ヤクルトは吉村と。まあ、今日の試合はね、まあ、4対3というスコアなんで,ですけども、えー、最終的にはね、タイガースがホームランを打って勝った試合ですね、今日は。で今日の特徴は3つあります。 まず一つ目。えー、先発投手。その、大竹、吉村ね。両チームの先発投手。6回は投げました。6回は投げました。だから、共に試合を作ったと。だから、あの、きっ抗した試合になって、まあまあ、いいゲームができたということですね。それから、二つ目。今言った先発ピッチャー以降の、 というと、後半のリリーフピッチャーはいい投球したということだよね。一案ずつなんですけども、タイガースの方が若干、タイガースは岡止めが1失点したけど、スワローズは誰も失点してないと。7、8、9はね。そこがちょっと若干違ったかなと。特徴3つ目。ヒット数はタイガースが7本、スワローズは6本ということで、 1>, 1本多くタイガースは打ったと。ほぼ土格です互角ですよ。しかしながら、本類打に関してはタイガースは2本、スワローズは0本というところです。村上、調子悪かったな。うん、村上にも打たれそうだったけども、なんとか打たれへんですんだよ。村上とか外人にな、オスナ、サンタナたりに、ちょっと危なかったけども。まあそれから 長岡にはもう、あわやホームランという打球も打たれたけどね。これが今日の試合です。詳しい中身は何ももう今日は言わなくてもいいかなとは思うんですけども、ちょっと得点だけ言っときますと、まず、あのー、ヤクルトがね、3回に2点を取って先制する大竹からね、えー、サンタナがワンアウト満塁で、えー、レフト前にヒット打った。これど真ん中のストレートに近かったよ。 ホームラン打たれへんで済んだよな。で、1点。続いてワンアウト満塁で長岡、ライトにホームラン性の当たり打たれた。フェンスギリギリのところで取った。満塁ホームランかと思っも。でも犠牲フライだから合計2点。で、先制されました。ところが、あの、強い時っていうのはすぐに追いつけるもんで、4回のオムで、すぐ次の回ね。タイガースは2点を取ると。 それはまず先頭の近本がライトにホームランを打った、ソロホーム。近本、ちょいちょいホームラン出るよな。そうやね、えー、今年はね、ちょっと長打が出る傾向があるよね、近本は。それから、大山がーノーアウト一塁二塁から、右打ち、ライト前にヒット打った。テレビで言ってたんですよ。大山、打つんやったらライト方面、右打ちやでって。 インコース高めの球やったけど、無理やり追っつけるような形で聞こえたのか知らないけど、ライト前に打ってくれたから。いや、よかったなと思って、これで追いついたと、えー。3回、4回で2体になりました。えー、次が7回やな。7回に、えー、前側が、今日先発、ね、スタメンの前側がセンター前ヒットを打った後に、トテ輝が、 真ん中、やや内寄りやな。やや、やや内寄りやから若干詰まったんやけども、宇宙間にツーラン、ホームランもうギリギリや、これ。打ったと。いうことで、これで4点目タイガース入れたと。でもすぐその回に、の裏に、ヤクルトに1点入れられるんやな、これ。7回の、おー、裏。これは、何かというと、ちょうど岡止めやと。 さっき言ったね、岡留が出てきたんだけども、先頭バッターの宮本にファーボールで歩かしてしまったんやな、これ、3-2から。それが悪かったよ。でその後、塩見はアウトに取ったけども、ワンアウト一塁で、今日あのベテランの青木が2番に入ってて、青木にうまく打たれたアウトコース低めをレフト線に2ベース打たれて、二塁三塁。そして、オスナのショートゴロの間に、ワンアウト二塁三塁やから、3塁ラホーム 1>, 1点追い上げられた。ところがよあの、今年のタイガースはちょっともうあの、勝利の方程式的なことがもう見えてきたよ、うんえー。8回、9回と、あとはヤクルト1点差やけどさ、4対3で、抑えながらやのゲラ、よかったで今日ゲラ、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 8回を3人ともノーヒットや。 サンタナ、長岡で代打、西川というところだったんだけど、サンタナなんかもう軽くうカットボール、スライダーで打ち取ったよ。多くそれを、まあ今日はね、スライダー、カットボールはね、ストライクがよく入った。だからピッチングは楽やったんやもな。もうほとんどそれでかわしていった。それ最後にちょ,ちょっとストレートバーンと見せた。ほんで、ピシャッと抑えた。三者問題にね。そして9回、岩崎もまあよかったよ。 三者凡退、あ、ゃうわ、三者凡退中村、代打、北村、塩見を全部アウトに取った。岩崎も昨日より今日の方が良かった。で、ゲラも昨日より今日の方が良かった。もうピシャッと押せたから。この2人がもう8回、9回でどっちが入れ替わることもあっても、昨日は逆やったんかな。9回、10回やったな、昨日はな。まあ、そのパターンで勝てるよと。その前、誰が投げるかというところやね。まあ、今日は切りは使えへんだから。 ねまあ、その前は桐石とか投げるんやの石井だとかが投げるんやと思うけどねまあそういうところで今日は阪神にとっては、えーまあ、結局今日も逆転勝ちですよ、えー、効果的なホームランが出たとで今日もサトテルがおいしいとこだけ持ってきましたとちなみにサトテル今日は4打数1安打でもホームランで2打点 というところでした誰も日本を打っている人はいません、今日はヒットは。近本が中、中野、大山、前川と1本ずつ、あと坂本も1本打ったという内容でした。以上、今日はこれで終わりたいと思います。明日た、3連勝を目指して頑張りたいと思います。